はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ガイノーチアクヤです。さあ本日なんですが、またレギュレーション戦をね、その用のデッキをねやっていきたいなと思うんですが、レギュレーション戦やっぱめちゃくちゃ楽しいですね。この間調整ルーム開いたんですけど、やっぱね、いろんなデッキと当たれるんですよ。やっぱ環境固定化してくると遊戯王ってあんま面白くなくなってくるなと思うんですけども、あの対戦相手が使うデッキが大体同じだから、あのね、ハイランダーのその初期の頃って多分ね、いろんなデッキ見れるから楽しいと思うんですよ。まあ多分ね、ある程度時間経っちゃうと強いデッキが流行って、なんかその環境固定化することはあるかもしれないですけど、やっぱね、初期の頃が一番楽しいんですよ、こういうのって。で、今回はレッドアイズデッキですね。レッドアイズデッキね、もう環境ランク戦とかで使う場合は別に強くないじゃないですか、今正直他のデッキのパワーが高すぎて。なんですけど、ハイランダーだとね、めっちゃ強いんですよ。これすごい強かったの、あの使っててめちゃくちゃ勝率高かったから、まあ7、8割ぐらいあったかなと思うんですけども、ルームで。あのね、何が強いってさ、やっぱりさ、この1枚初動でめちゃくちゃ強いモンスター出せるってのは強いですよね。レッドアイズスラッシュドラゴン、あのハイランダーなんで全部1枚しか詰めないんですよ。全てのカードを、同盟カードは1枚ずつしか詰めないというルールになってるんですけど、レギュレーション戦はね。なんですけど、レッドアイズって意外とレッドアイズフュージョンにアクセスする手段結構多くて、まあ、インサイトとかもそうだし、あとあのベビードラゴンとかもそうだしね、あと普通にあのキラー頭とか、なんか戦闘破壊されてなんかあのこれ、これ出してくるとか、あとあの忍者マスター半蔵で超変化してレッドアイズ出すかもできるんですよね。なんで意外とね、初動札が結構多くて、これまあこれも一応初動で、これもまあ一応初動ですね。ここ初動で、キラートマトもまあ一応初動で、これも初動で、これもまあ初動で、これも初動みたいな感じなんで、まあこれも準初動ですね。サンデーキンジーも、サンデーキンジーさん、あの闇属性のモンスターと融合してあのキメラクレッシャー出せるんで、まあ意外と相性はいい。あの闇属性が多いからこのデッキは。でね、あのハイランダーデッキを組むときに注意していただきたいポイントはね、とにかくね、あのね、1枚で強いカードをたくさん入れるってことはね、あの1枚で動けるようなカード、例えばレッドアイズフュージョンとかインサイトっていうのは1枚引けばあの動けるじゃないですか。こういうデッキをたくさん入れておくといいと思います。はい、これが一番ポイントですね。で、あとはあの環境に応じてって感じなんだけど、レッドアイズは対象耐性を与えることができると、レッドアイズスラッシュドラゴンで。やっぱね、このね、対象耐性がすごい強いんだよね。スラッシュドラゴンの、もちろんキャバロリーとかああいうのもめっちゃ強いし、あとあの対象に取れないようなあのムーンライトとかのああいうモンスターも強いと思うけど、やっぱね、スラッシュはね、なんだかんだか強い、非常に。で、今回はスラッシュを、メインにメインウェポンにしていくんで、ガーディアンの力とか魔導士の力とかも入ってます。で、まあ一応ね、他に住所ともいっぱい入ってて、蘇生札もいっぱい入れてるっていう、まあ、そんな感じですね。で、バック除去はある程度やっぱあった方がいいと思うから、まあ一応ね、気持ち程度にサイクロンと、清掃が入ってるみたいな感じになってますね。で、スキルがレッドアイズ融合っていう、まあ、これね、このスキルにしてて、ライフポイントが2400以下 になったらレッドアイズカードを、かもしくは自分の墓地のレッドアイズを戻すと、デッキからデッキに戻すとレッドアイズフュージョンを手札に加えることができるよと。なんで、まあ、一応アクセスができるから、あの1枚初動のカードに、なのでこのスキルにしてますっていうことですね。結構強いですこのデッキ多分。いや、なんかデュエルキングくらいでいけんじゃねえかなと思ってんだけど、はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お会いしまった。デュエル、俺のターン。サメちゃんですね、多分ね。まあ、これ初手レッドアイズフュージョンから入るっていう、ちょっと若干法に触れる展開していきますね。若干法に触れる展開。モンスターを融合召喚。サンデーキンジいるのも結構強いですけど、魔導士の力装備書。レッドアイズスラッシュドラゴン。ですね、サメちゃんデッキはスパイダーシャークっていうモンスターが飛んでくると、対象に取らない状況なんで、レッドアイズスラッシュドラゴンがやられる可能性があるんですけど、カードを伏せる。魔導士の力を装備していくと、打点が高すぎてスパイダーシャークが抜けないっていう問題があるんですよね。これ強いですよね。来い、モンスターを召喚。モンスター効果発動。深海のディーバ強いな。深海のディーバ強いな。深海のディーバ、まあでも深淵とかで止められるのも鬱陶しいしな。俺は裏にしようか。モンスターを特殊召喚。まあ言うて出てくるモンスターあんま強くないだろうけど、まあちょっと図書館行きます。一回5本読んでいただきます。5本読んでいただけ。最近僕5本読むのが仕事なんでね、絵本を娘に読むっていうのが仕事になってるんで、最近はね、俺の寝る前に。知ってます皆さん、
ノンタン、ノンタンと一緒っていうシリーズ知ってます？ノンタンと一緒、グリとグラだけじゃないですよ今。ノンタンと一緒っていうね、最高に最高の絵本がね、いっぱいありますか、シリーズものとして。だがこの瞬間、あ、そこら落としだな、なるほど、そこら足落としやな、まあそれはいいわ、まあ、それはしゃあねえ、まあ、先にレッドアイズフュージョン出しておいてよかったですね。そこは落としやな、レッドアイズスラッシュドラゴンも踏むんで、これ伏せとかないと打点が低くなっちゃうな。これこうしといて3800、200上がって4000、まだ死なねえ、まだ死なねえ、書いてまだ死なねえんだったら重装兵巻き込まれる方がめんどくせえから重装兵しょっとくのはあるよね。残念だったら、あーなるほど、デモンチェーン OK、デモンチェーンはもう全然無理で、スラッシュドラゴンの効果で外すしかないで、スパイダーシャークが出てくるとちょっとですね、抜かれるのが鬱陶しいですね。で、レッドアイズスラッシュドラゴン効果で、で、ただキメラクレシアがいるから、まあ、なんとかなりそうな気がする。多分金次郎の効果で、あのラクレシア出せるんですけど、まあ、レベル持たないんで除外はできないけど、ラクレシアは結構強いと思う。打点的に1000下げる、1000上がって1000下げるで、相手が1000下げる、多分ね突破できると思うんだよね。これ2500、3500、2500でしょ、2500、引く、大丈夫だね、多分大丈夫で、それはいい。アビスパ福岡もいい、アビスパ福岡もいい、来い、モンスターを召喚、全然いい。あ、そっち、あ、シンクロ、あ、そっち、なるほど、セーフだから、速攻魔法発動、なるほど、清掃、いいよ別に、もうどうせ抜かれるもんね、どうせ抜かれるから別によくて、それはどうせ抜かれるから別に、はいはい、バトル OK で、その破壊された効果、スラッシュドラゴンの効果発動、装備されているレッドアイズギアフリードを特殊召喚していくぜ。よし、お花さんの力見せよ。サンデーケンジを召喚し、サンデーケンジの効果発動、そこらし落とし穴で埋められている、なんかこう、もうマジで使えねえ、このモンスターをリリース、いけ、プレダープランツ、キメラフレシア、キメラフレシアの効果によりお前のモンスターは除外させてもらう。じゃあな、楽しいデュエルだったよ。お花さんなめんな、大変ありがとうございました。アタッカーをいっぱい用意しておくのはハイランダーでは重要なことだぜ。お前は、あ、お前、あ、なんか毎回あ、お前って言うんだよね。モンスターを召喚、モンスター効果発動。さあ、初動としてはまあ合格点でしょう。半蔵さんのこの超変幻の術もなかなかね、回避できるデッキそんなにはないので、言うてしかもこれ超変幻の術、相手リリースできなくても一応超変幻さえ抜かれなければ変身はできるんで、カードをセット、はい、いいです、モンスターを伏せるぞ、はい、大丈夫です。セカードが1枚あります。俺のターン、でここでレッドアイズフュージョンかなんかを引きたいが、レッドアイズリーダーのレッドアイズしか来ないかった。逃げるなんて性に合わねえ。いや言うてこれで反動がやられてることないから、はい、ライトロード、なるほど、ライトロードデッキ了解です。それは読んでいたぜ、ハリムシ強いな。それは強いね、待っていたぜ、それは強い、モンスター効果発動、ミネルヴァやばいね、レビオニアでも落ちてるからいいね、レビオニア落ちてるから大丈夫、レビオニアが、飛んでくることはない。オッケー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 、ハイランダーだからね、いやこれがハイランダーなんでちょっと安心するっていう、なんか援軍とかでレビオニア落ちるとよくねーってなるっていう、これはもう全然無理だから、とりあえず超変化していく、永続トラップ発動。さあこの効果によってデッキから何か何出せばいいんだこれ、何だ、そうレッドアイズ出しちゃうとちょっとね、レッドアイズフュージョンができなくなる可能性はあるんで、ブラックオブレジェンド出してもいいけど、まあでもこれ普通にベビードラゴンでいいか、普通にビビにしよっか、ビビに出しして、まあ、月の書あるしね、まあ、最悪なんかやばいやつ飛んできたとしても、もう一回飛んできたとしても、まあ、月の書裏返せばなんとかなると思う。で魔導士の力を装備してレッドアイズベビードラゴンビートっていうのが始まったから、あー6つ無理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 全然無理全然無理全然無理リバースカード全然無理速攻魔法全然無理、それは俺のターン、ねえ、おめえ、なるほど、
分26でしたよね。だから3枚装備すると1500上がってモンスターを召喚。だからこれは1500上がる、26でしょ、26、1500上がるから、魔導士の力でウィンダービートだ、ね、いやこれウィンダービートでしょ、アルティメットウィンダービート、これがね、ネオニューレッドアイズデッキのエース、アルティメットウィンダーです、アルティメットウィンダアルティメットウィンダーでした。3100のウィンダーどう、めっちゃ強くない、3100のウィンダーで破壊されたらまた後続呼んでこれるっていうね。さあ3100でぶん殴り続けるぜ。さあ誘発ある、なるほど、じゃあディステイドされるから何もしない。これハイランダーなんでもうジャッジアイズ飛んでくることないんですよね。オルガニックウォール、はいどうぞ、ジャッジアイズ飛んでくることなくて、あとはもうひたすら私はカイトロイド落ちてるんで、とりあえずこのウィンダアルティメットウィンダービートしていく、カイトロイドが発動されていく、ディスティニーズもかもしれないからターン終了していく。さああとは一生アルティメットウィンダのアルティメットパンチを食らい続けろ。何俺のターン、めんどくせえな、チンジロー、これキラートマト、なるほど、いやこれこれなぁ、こっちのね、魔法トラップが生まれすぎてるんでね、出せないんですよ、ね、逃げるなんて性に合わない、なるほど、で、アルティメットウィンダービートしてく、おいおい、最強じゃねえかよ、お前の勝ちだこれ何デッキだっけ。さあ、お相手の方、俺はどんな時でもチャラオじゃん、珍しい、チャラオはチャラオちょっと珍しい。モンスターを召喚、モンスター効果発動。いや半蔵くんめちゃくちゃ輝いてるな、このカードを伏せる、ハイランダー対決だと半蔵くんものすごく輝いてる、輝いて見えるよ君は、いつもよりも今日の君は美しい、本当にカードをセットする、やっぱりね地下書道ってのは強いですよね。カードをセットする、おサンクセ怖えな、サンクセは怖えもうセット俺のターンエンド、レッドアイズインサイト来た、レッドアイズインサイト強いな、レッドアイズインサイトの効果イビルデーモン食ってるのもあるんだけどね、普通にね、まあ手札引いちゃってるんで一応残しておきましょうか、サンデウキンジがいるんでね、キンジローのコストにできるんで、まあ、これでレッドアイズフュージョンしてスラッシュぶん殴りに行けばと思うんだけどな、金次郎する意味あんまねえもんな、こいつでレッドアイズを融合召喚、レッドアイズフュージョンの効果、魔法カード発動、レッドアイズフュージョンの効果によって俺様はレッドアイズブラックドラゴンと戦士族モンスターの魂を究極融合し最強モンスターを融合召喚する、現れろレッドアイズスラッシュドラゴン、レッドアイズスラッシュドラゴン、こんな中セリフありますけど、こいつこんなカード使ったことありませんからねこんなカード使ったことありませんからね。さあレッドアイズスラッシュドラゴンでバトルフェイズ、攻撃をする場合レッドアイズモンスター攻撃をする場合ウィンダーセットしておく必要があるや、レッドアイズスラッシュドラゴンで攻撃をする場合墓地の戦速モンスターを1体このカードに装備することができる、レッドアイズメタナイトギアフリードをこのモンスターに装備、そしてお前のモンスターを戦闘破壊、何モンスター効果ブル忍者、それは無効にしても意味がないから、まあ効果は使わない、そして忍者マスター半蔵でダイレクトタック、よしターンを終了させてもらうぜ、ターンエンドだ僕のターン、さあどうする、ドロー、忍者レッキだっていうことですね、なんか変なよくわかんないスキルありましたね、なんだっけな、速攻のブラック忍者、フレイム、なるほどフレイム、なるほどレベル5にしていく、でなんかあれかな、変化の術とかあるのかな、まあ一応超変化あるんでね、あの後打ちできるんで結構強いと思いますけどね、まあなんか変身してこようもんならこっちが超変化打ちましょう、さあ一体全体どういう展開をしてくるんでしょうか、忍者なんで多分変化の術とか超変化の術とかあるかもしれないですね、超変化の術は相手に打たせてこっちが打てば分身の術か、分身の術はレベル
がなんかレベル5になるように、なんか5以下か5以下になるようにデッキからなんか忍者をいっぱい出せるよみたいな効果ですね。まあ、あの1111とか出せますし1と4とか出せますし、モンスターを特殊召喚、はい、で半蔵、なるほど、いでよ半蔵とレッド忍者、モンスター効果、なるほど、発動で半蔵の効果で特殊召喚に成功すると忍者モンスターを、サーチだっけな、こっちの方があんま使わないから覚えてるんだよな。反対召喚特殊召喚に成功した時にデッキから忍者マスター半蔵以外の忍者モンスター1体を手に入れて、はい、でサスケいいだろ、で召喚権は使ったからそれ出せない。これさ41展開してもらうと何もできなくね、これだって変化言うて、まあ、こっちも超変化控えてるんで、まあこれ別に全然いいですよ。セカードオープン、トラップカード発動、え？僕の攻めは早いぞ、やれん、ダイレクトアタックを、この手だ、モンスター効果発動、しかも装備されたし、諦めねえ、